お渡しいたしまして、実演に移りたいと思います。よろしくお願いいたします。大変長らくお待たせいたしました。スワリュー法要術実演会を始めさせていただきます。新年明けましておめでとうございます。本日は新春恒例となりました法要術実演会にお越しくださり誠にありがとうございます。こちらの浜離宮恩賜庭園は江戸時代から東京に伝えられる唯一のお墓場として国の特別名勝および史跡として保存されています。江戸時代は徳川将軍家が、明治時代は皇室の方々が道園内で魚釣りや乗馬、そして鷹狩りなどを楽しまれました。現在はお正月に限り特別に伝統文化を伝承するため鷹城の技の一部を公開しております。皆様には日本の伝統文化である鷹狩りにつきまして、わずかではありますが鷹城の技をご覧いただき、鷹狩り文化を想像していただければ幸いです。大変長らくお待たせいたしました。実演に先立ち訓練の一つであります輪回りをお見せしています。訓練中鷹を様々な環境に慣らすため、鷹城は街中や郊外に鷹を据えて出かけます。これを据え回しと言います。その前に一箇所を回りながら鷹に周辺を見せて場所と状況に慣れさせる訓練を行います。それがこの輪回りになります。鷹は自分の縄張りの外に出ることを不安に感じる習性があります。このため鷹城はその感覚を広げて、どこに行っても自分の縄張りのように自由に狩りができるよう、さまざまな環境に慣らすようにします。鷹が鷹城のそばにいれば安心であると感じられるようになると、どこに行っても平常心で狩りができるようになります。私たちスワリュー法要術保存会は鷹城の流派の一つであるスワリューをもとにした技と心を学ぶことによって、伝統文化としての鷹狩りを後世に伝え残したいという思いで活動しています。スワリューの発祥の地とされております信州の諏訪大社には、鷹に捕らえたいものを備える新鷹の神事という行事があり、これを取り計らう神官であった大法院は神の化身である鷹を奮揚する技が継承されていたと言われます。スワリューの技は戦国時代以降になって武器に伝えられ、江戸時代には一部の鷹城が幕府や地方の藩士に雇用されました。現代のスワリューは徳川将軍家に仕え、明治時代以降は皇室に仕えた小林に継承されたものが元になっています。宮内省に拘束された第14代小林宇太郎先生は道省内で育てられた弟子たちに後を託されましたが、戦後は宮内省の鷹狩りが中断されているため、第16代花見薫先生は宮内省を退職後民間人に後を託されました。当保存会では指定制度の下で第17代鷹森善次郎先生と第18代を隠居されました大塚奈美子先生に指導を賜りながら、スワリューの技と心を学んでおります。この度は日々の努力の成果として技の一部をご覧いただき、鷹狩り文化をご理解いただけましたら幸いです。実演に先立ち皆様にお願いがございます。鷹は非常に警戒心の強い動物ですので、見慣れない動きに驚きやすいため、お子様は急に走ったりボール遊びをするなどを控えていただきますようお願いいたします。またご観覧の皆様の写真撮影は結構ですが、鷹の姿勢に光が入ると驚く場合がありますので、
鷹の飛行中にフラッシュをたかれませんようお願いいたします。ではこれより実演を始めさせていただきます。この度このような実演の機会を与えてくださいました主催の公益財団法人東京都公園協会、共催の NPO 法人東京臨海地域開発研究会の関係者の皆様に感謝申し上げます。またご観覧にお越しくださいました皆様に感謝いたします。それでは当保存会座り第18回大塚奈美子よりご挨拶申し上げます。明けましておめでとうございます。おかげさまで本年は、実演を滞りなく開催することができまして、感謝申し上げます。現在近年では、フライトショーですとかバードショーなどでさまざまな鳥を見る機会が増えたかと思いますが、ここ浜離宮御出演はでの実演というのは江戸時代から伝わる将軍家のお酒場としての中での伝統文化を見ていただく貴重な舞台となっております。酒場というのは、子どもからお年寄りまで楽しめる、障害スポーツでもあります。当会では、下は小学生から上は70代以上の方まで一緒に狩りをしたり日々講習会などで学んでいます。本日は短い時間ではありますが、楽しんでいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。次に門下生を紹介させていただきます。手前に向かって右側から東京都より参りました田子守隆です。千葉県より大塚隆です。東京都より稲田隆城です。静岡県より旧隆城穂です。山梨県より篠田隆城穂です。東京都より菊池隆城穂です。最後に私千葉県より参りました榊原隆城穂が司会を務めさせていただきます。不慣れではございますがよろしくお願いいたします。それでは実演を始めますので門下生は一度退席してください。なお今回の実演に際し生きた鳩を使う場合がございます。これは鷹狩りを通して生態系における鷹と餌動物の関係を理解していただくため獲物を取るところをお見せしています。捕らえた鳩はできる限り苦痛を与えないよう配慮しておりますのでご理解いただきますようお願い申し上げます。